はい、皆さんこんにちは。ティーロクトの都市です。いつもありがとうございます。サンズアンプの、第2回目ですね、やってみたいと思います。クリーンで前回やったので、今回はちょっと歪ませていきたいと思っております。歪みですね。このドライブを上げると歪んでいくわけですよ。そしてあのかっちょいい歪み&、低音がボーンみたいなね感じになるんですけども、ノーマル音からいってみますね。な感じで、じゃあやってみましょうかね。はい、12時ぐらいドライブがですね、ドライブが12時ぐらいだとまだ歪まないですね。というかこれは今パッシブのジャズベースなんで歪んでないですけど、これがアクティブで、あのベース本体からの出力がすごく強くこのインプットの中に入ってくればこのぐらいでも歪む可能性があるので、それはベースによって全然違うのであんまり参考にならないと思います。で今パッシブのベースなんでね、ちょっともうちょっと歪ましていきましょう。かっこいいですね。来ましたね。いい感じになってきましたね。さあ、そしてですね、このイコライザーですね。これをね、ここまで上げちゃうと大丈夫かどうかなんですが、というかドンシャリになっていくんでね、ちょっとやってみましょう。そろそろ、バンドメンバーに怒られる領域に入ってきてるかなって気はしますね、これね。そろそろあのボーカルとかにもね、うるさいって言われそうな感じですか。ここまでいくと多分ベースの役割を放棄しちゃいますね、きっとね。このくらいだといいかな。ちょっとファズみたいにもなりますよね。ディストーションからファズっぽくもなったりもするのかな。クリーンの時にミドルがね、これ出ないよって言ったんですよね。つまりトレブルとベースとプレゼンツしかないんで、このタイプはね、あのミドルがついてないサンズアンプなんで。でミドルを出すためには相対的にトレブルとベースを下げる、これしか方法がないって言ったんですが、ドライブを上げることによって、ミドルが上がってきますね。なので結構12時方向にしてもクリーンだと結構ドンシャリになりますが、ドライブを、このぐらい上げてあげることによって歪みもするんですが、ミドルレンジも上がってくると、そういうことですね。
はい、そこまでドンシャリにはならないと思うんですよ。これを外しちゃうと結構ドンシャリになるはずなんですよね。そうですね。これで、ミドルがだいぶ出てきますね。歪まないぐらいなんだけど、ミドル出したいって言ったらこのぐらいもいいかもしれないですね。はい、こんな感じになりますね。ちょっといろいろまたね、いじってみますね。これは逆に非常に歪ませるんですが、ブレンドを下げていって元の音を入れる、ね、これもできるんですよ。歪ませるんだったらね、このぐらいがいいような気がしますね。多分アンプでこっからアンプに行って音がまた増幅されることを考えると、このぐらいがいいような気がしますね。まあ個人的なあれですけど、全部行き切ってしまうより多分この方が抜けると思いますね。これをブレンド全開にしてみると、これだとね、ちょっとやかましいだけでね、何弾いてんだか分かんないって言われそうな気がしないでもない。多分こっちの方がいいような気がする。この方がラインが見えやすい気がしますね。はい、こんな具合でね、ブレンド一つでね、前回も言ったんですけど、だいぶ音が、変わる、キャラクターが変わるのでね、ぜひともこのブレンドをね、まあ、いい歪みだなと思って、そこから、抜けないぞと思ったら、ブレンドをちょっとずつこっちの方にね、右の方に下げていって、元の音を入れてあげる。それによって、ラインが見えやすくなると思うのでね、この辺が肝だと思うんですよね。どのぐらいこのジャキジャキというか、そのサンズの音を入れるか、これですね。これがいい感じだと思いますよ。で、あんまりにこっち行くと、例えばあんまり強くないベースの音だったら、まあその代わりベースを上げてやるとかね、これもありかなと思いますけどね。あ、まただいぶサンズを使ったとは思えない歪み感です。なんですかね。やっぱり当たり前ですけど、元の音が80%ぐらいで、
歪んでるかなり上のシャーシャー言ってる部分がね、ほんのちょっとみたいな感じですもんね、これとね。こういう使い方もできますね。で、皆さんが、多分よく聞いているサンズの音は多分こんな感じかな。多分こんな音ですよね、きっとね。はい、こんな感じです、どうですかね、サンズアンプ特集なんですけども、また何かありましたら、やってみたいと思います。質問等あったら何でもコメント欄に書いてください。実験できるものは実験してみたいと思います。ありがとうございました。